次です、今回は前回失敗したプリンのリベンジをしたいと思ってます。今回のプリンはちょっとカフェオレがちょっとこの前使い切っちゃったんで、家にある豆乳を使って豆乳プリンを作りたいと思っております。でなんでそんなプリンこだわるかって言いますと、会社からの卵をいっぱいいただいたので、それをちょっと消費したいっていうので早速作っていきたいと思います。頑張ります。できました。前回に比べるとだいぶ気泡は抑えられた、ちょっと入ってるんですけど気泡は抑えられましたね。カラメルもうちょっと色濃い方が良かったですね。それではいただきたいと思います。おお、どうすか、まあそうですね。いただきます。なんか半物じゃないか。これはこれでいいのかな。まあやっぱ
空気が気泡が入ってないんで、前回よりは口当たりが滑らかで、でまた豆乳なんで結構ヘルシーな味しますね。カラメルの甘さとちょうどいいぐらいにマッチしてますね。もうちょっと冷めたら固まるのかな。というわけでリベンジは成功ということでよろしくします。ご視聴ありがとうございました。また続けてプリンの動画を出してしまい、申し訳ございませんでした。じゃあまたな。